おみ出しは、以後のルールの一つ。ゲームの性質上先手が有利であるため、地の計算の段階で与えられるハンデキャップを指す。現在の日本の一般的なルールでは、互い戦の場合先手が、後手に対して6目半のハンデを追う。例えば盤上で黒が4目の勝ちであったとしても、コミを加えると白の2目半勝ちとなる。コミに、半目がついているのは引き分けを生じさせず、 勝敗を決定させるためである。江戸時代には座教で打たれる語のような場合を除き、基本的にコミというものはなかった。当時は騎士の数が少なかったこともあり、個人対個人で複数回の対戦などを行い、手合割りを決めていた。連語などでコミが採用される場合には、千番五目コミ出しのケースが多かったことから、当時から、 千番の有利さはこの程度と見られていたことがわかる。1837年に打たれた土屋秀和、竹川安三郎対、大田雄三服部小鉄の連合はコミ語目で打たれており、これが記録に残る初のコミ語である。大正から昭和に入って、騎士の数も増え、また挑戦手合制が5回の主流を占めるようになるにつれ、一番で勝負を決める。 必要性が生じてきた。このため、コミの必要性が議論されたが、勝負の純粋性を損なうとして、反対意見も強かった。本因坊戦の開催にあたって四目半のコミが、導入された時には抵抗する騎士も多く、加藤新などは、コミ後は後にひずという趣旨の自らの論説を主催しの、毎日新聞に載せることを参加の、条件としたほどだった。コミの導入によって、 後の性質も大きく変化した。コミナシ後では、黒は先着の有利を保つためゆっくりと打ち、堅実にリードを保つ打ち方、逆に白は激しく仕掛け、局面を動かす打ち方がセオリーとされていた。コミの導入後は、これが逆になり、黒は石数の少ないうちに主導権を握るべく、積極的に戦いを挑み、白がゆっくりとした局面に導こうとするスタイルに、 変化している。タイトル戦が増えるにつれてコミ語は当たり前のものになり、コミなし後は大手合いのみになっていった。1930年代から採用が始まったコミであったが、四目半のコミでは黒の方が有利という見方が強かったため、1964年からコミが五目半に改められるようになった。べての規制で同時にコミが改められたわけではなく、 本因坊戦は1974年まで、込み四目半のままであった。この頃は、四目半の込みは小込、小ゴミ、五目半の込みは、大ゴミと呼ばれた。また、旧名人戦においては込み五目が採用され、事後となった場合は白勝ち。ただし、反省として、通常の勝ちより劣ると定められていた。このことは、第一期名人の誕生に、大きな影響を及ぼした。 しかし、コミゴ目半でも依然として、黒の勝率の方が、やや高かったため、2000年に、韓国で、2001年には中国で、コミが改められた。日本においても、2002年、直近5年間の対局で黒の勝率が51.855%と、白よりも、高いこと、また、国際基戦との整合性などを理由に、 タイトル戦ごとに順次、コミは6目半に改められた。規制戦での6目半への移行の完了は2004年になるなど、若干のズレは生じたものの、概ねスムーズにコミは6目半へと移行された。また、日本棋院では2003年、関西棋院では2004年に、コミなし後が採用されてきた大手合制度が終了した。これにより、 黒騎士の対局はすべてコミのある語で行われるようになった。2002年から2007年にかけて日本騎員がコミ6目半の公式棋戦を対象に行った集計では19702局で黒の勝率が50.59%白の勝率が49.41%と黒と白の勝率の差はかなり小さくなっている中国、韓国、米国は 当初いずれも日本に習って、米を五目半としていたが、現在はいずれもより多い値に改定されている。中国、台湾が米を六目半でなく七目半に変更したのは、自身の石と地の数の総和で勝敗を決する。中国ルールでは、ほとんどの場合黒と白の差が奇数になるため、米六目半と五目半とではほぼ違いが出ないためで、ある。米国ルールは、 日本のルールと同じように地のみを数えるが、コミを7目半としている。https://go.tengudo.jp://933-36abc 松村正樹。コミ制度に関する位置考察。妥当性の検証を通じて、大阪商業大学。2019年2月4日閲覧。コミ出し変更のお知らせ。 日本記委員のアーカイブ、2019年2月4日閲覧。コミ六目半の対極哲害別勝率、平成19年集計。日本記委員のアーカイブ、2019年2月4日閲覧。盤面全体の点の総数が奇数であることから、積が生じたケースを除けば、両者の値は、一方が偶数で一方が奇数となる。AGA 根菜スルーズオブゴ この場合、込みの大きさは6目半を最大幅として調整される。ありがとうございます。